可能性としては存在するわけだ。偉大な先人の教本に失念があり、それを世界中、その学者が信仰してるが。それ、のバグをどこかのバカなオタクがふと気づいた。王様は裸だ。そういう話もある。可能性は存在するが。ただそれを考慮するのが、どうにもリアリティがない。設備投資をすれば貸借対照表は一致する。我々も協力、する。結果、企業は実際には異様とも言える借金を背負うことになっても気にしない。先人の書いた教本通りにやっている。からだ、勉強してる自分たちに責任はない。最後は企業は破綻して、膨大な損失、バブルの崩壊により世界的な恐慌さえ発生する。それをもたらしたのが自分たちであっても感覚？それはなんだか、人ごと、だ。でもその巨額な、利益を生まない設備投資をさせた責任は、どこに行くのだろう？